ばんは。やっほー。明日はスモールワールズがあります。ちょっと待ってね。どうかな、これで。みんな良くなった？さっきよりは。あ、大丈夫そう？本当？お、よかった。でもまた悪くなっちゃうかもしれないので、その時はちょっとまた止まっちゃうかもしれないけど、ごめんなさい。何なんだろう本当に。ちょっと私の携帯がね、確かに写真とかが多すぎて重いのかもしれない。とりあえずやろう。明日はスモールワールズ出演するので、皆さんぜひ来てください。何せ見られるだけで幸せだから大丈夫。ご飯食べながら見てるのでゆっくり行きましょう。俺の七世愛が重い。そうかもしれない。部屋にアルミホイル貼る？なんで？いいの？アルミホイル貼ると。ドボンライブのイベント始まるよ。そうそうだ、さっきねお話ししたけど、そっか途切れてるから。プレゼントは劇場に送っておきます。嬉しい、ありがとう、楽しみにしてる。ワクワク。ドボン、みんなで頑張ろう。ライブも楽しんでね。
そういえば余命10年を見ました。もうめちゃくちゃ感動した。なんか見た人いますか？本当にね、なんかいろいろ考えました。見た人いない？見た人いないか。なんかね、すごいなんか彼女の立場にもなって考えたし、彼氏の気持ちも考えたけど、どっちも辛すぎて、なんかでも私だったら、もし彼女の気持ちになっ、あ、でもこれ言うとネタバラシみたいになっちゃう。ネタバラシみたいになっちゃうわ。本当に感動しました。感動するあれは、なんかみんな鼻すすってたもん、周りの人。感動で、でも今度テレビでいともやるみたい。見なきゃ。もう小松菜奈さんが可愛すぎた。小松菜奈さん本当に可愛い。レベチ。可愛いよね。こんばんは。東京桜満開になった。え、そうなの？桜はね、全然見てないまだ。あ、まあ見たけど、満開になってから見てないな。三分咲きぐらいの時に見た。あ、もう桜が咲いてるって思って。でも雨が多いからね。雨が多いので枯れちゃう。散っちゃうね、桜が。花見したい。お花見は毎年行ってます。
すめの桜、お花見の場所どこですか？上野公園とかめっちゃ綺麗だよね。中目黒とか。出店とかがさあるから好き。中目黒は去年行ったかな、一昨年とかも行きました。でも中目黒は夜桜って感じのイメージ。夜桜の時に行きました。なんか川が、でも写真とか見たら分かると思うけど川があるんです。川越？川越ってど、川越って埼玉だよね。川越も綺麗なんだ。海浜幕張も桜すごいよ。桜系美味しい。道明寺好きだよ。マックの桜餅パイ食べたい。え、そんなんあんの？桜餅の葉っぱ食べる？食べるよ。マックにあるんだ。いいね。3月3日に食べて以来食べてない。道明寺さっき CM 出てた。そうなんだ。透明で好き。でも葉っぱは食べれない。え、葉っぱと一緒に食べるとね、めっちゃ美味しい。甘じょっぱい感じでおすすめです。ミスドの抹茶のポッテリングがめっちゃやばいよ。
さ、ミストのほうじ茶のやつあるじゃん、あれ食べたい。ゆうながさつぶやいてたけど、ツイッターかなんかでめっちゃ美味しそう。 CM でも見た。チューチャンネル見てよ、中西会。私まだ最後まで見てない。そういえば自分のところひなこ誰だっけ、あ、自分のひなこは見て、自分のところちょっとしか見てない。見ないと。ほうじ茶って春なのか。確かにほうじ茶って秋じゃない。秋のイメージあるけどね。どうなんだ。スライムウイローって何？え？スライムウイロー？何それ？どういうこと？天気お姉さんこんばんは。こんばんは。天気お姉さん、まだデビューはしていませんが、なる予定です。なんか美味しくなさそう。確かにスライム色ってなんかね、スライムって入ってる時点でなんかどんな感じなんだろうって思うけど、天気お姉さん過去借り。デビューしたらお祝いしてください。まだデビューしてないけど、デビューしたら盛大にみんなお祝いしてね。楽しみ。なんか不安だけど楽しみ。とっても頑張ろう。ちょっとね、でもめっちゃ緊張する。やばい、気合い入れないと。みんなも早起きして絶対見てね。しかもさ、お天気お姉さんって、てかまあお天気キャスターの人って朝さ、やっぱ原稿が来るわけじゃん。だから練習とかできないの？そんなに。めっちゃ大変。ちょっとだからね、最近は夜更かししないようにしてます。ちょっとね、バランスを崩さないようにしないといけないから。そう、 TVK だから、 TVK とテレタマでも見れるから
結構皆さん見れると思います。まあでも千葉テレビが一番長く放送する。 TVK とテレタマは途中から放送になるので、まあ、見れるっちゃ見れるけど千葉テレビを見た方がいいと思います。見れる方は。東京でも見れるところはあるんじゃないかな、地域によっては。テレタマって7時半かららしいけど、それでもなんせ見れると思う。見れます。千葉テレビ見れるからお天気アプリ消しといてください。その時間も出勤して電車だ。早い。そうだよね。でも朝って忙しいよね。まさかナーシがキャスターになるとは。確かに家の近所に気象神社があるからナーシのことをお祈りしてくる。ありがとう。気象神社なんてあるんだ。千葉にはいないけど千葉の天気を参考にします。参考にはしない方がいいと思います。でも見てください。朝は家族でオハスタ見てるから水曜日だけ見られるようにしたい。オハスタ懐かしいな。オハー懐かしいね。千葉テレは七瀬推し、嬉しい。七瀬は喋るときに噛まないからすごいね。全然噛むよ。全然噛みます。めっちゃ噛む。間違えるな間違えるなって思ってるほど噛む。でも頑張る。練習します。たくさん。じゃあそろそろランキング読もうかな。13位はタッチアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。12位はアマグリドアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。11位はせいちゃんアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。10位はみやおいさん、ありがとうございます。9位はゴロアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。8位はヨシノリアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位はイッサアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。6位はトシアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位はケナアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はユウさん、ありがとうございます。3位はシュアットマーク名古屋さん、ありがとうございます。2位はクニアットマーク七瀬のほっぺが好きなナナレンジャーさん、ありがとうございます。そして1位はナメ公式アットマーク七瀬レンジャーさん、ありがとうございます。みんな電波悪いのに付き合ってくれてありがとう。よかった、復活して途中から。それではまた明日。明日は相撲あるなので皆さんぜひ待ってます。お会いしましょう。
配信もされるんだっけ、スモールワールドって、スモールワールズどうなんだっけ。まあ見てください。バイバーイ。